はい、ルルカです。今回はこちら。 マイ楽天モバイル内データ制限モード名称変更のお知らせ。こちらに関してお話していこうかなと思います。でね、どんなことかというと、まあ、重要って書いてある通り、まあ、重要なことではあるんですけれど、特にパートナーエリアで利用している方に重要なね、お知らせになってきます。基本的に楽天回線、純正のところでね、使っている方に関してはあまり関係のないお話になります。なので、パートナーエリアで利用されている方はね、必ず見ていただけたらなと思います。それではね、書いてある内容なんですけれど、お客様各位 平素より楽天モバイルをご利用いただき誠にありがとうございます。2020年7月13日月曜より順次、マイ楽天モバイル内のデータ制限モードの名称に変更があります。以下の内容をご確認いただきますようにお願いいたします。ということで、まあ、下に行くとね、変更内容が書いてあるんですけれど、こんな感じで、変更前はね、名称がデータ制限モードということで、データ制限モードをオンにすることで通信速度を低速となるということで、データ制限モードっていうボタンをオンにすることによって、低速回線。 なので、これがね、オンになっていない状態が高速。 っていう状態だったんですけれど、変更後に関しては、名称の方がデータ高速モードに変わりました。詳細の部分なんですけど、データ高速モードをオンにすることで、パートナー回線エリアでご利用いただく場合は、データ容量消費し、高速通信がご利用いただきますということで、要は、オンにすることによって高速回線になりますよってことになりました。ということで、まあ、こういう変更があったよっていうのが重要なお知らせで出ているわけなんですけれど、名称が変更したことに関しては別にね、問題ないことだと思うんですけれど、このね、仕様変更でのボタンのオンオフが すごい、ね、問題になっていますなんでかというと、まあ、説明でもお話しした通り一番最初元々に関してはデータ制限モードということでオンにすることによって低速回線にすることができるっていう状況だったのが変更後に関してはオンにすると高速回線になってしまう。 ま、楽天側としては、ここに関して何の問題もないということでやっていると思うんですけれど、利用している側からしたらね、もともと、オンにすることによって高速回線を切ることができる状態から、オンにすることによって高速回線になってしまう。真逆の状態になるっていうのはどうかと思うんですよね。今まで制限モードを利用していた方からすると、まあ、とりあえずオンにしようかなっていうことで、オンにしてしまうと高速モードになってしまう。そんな感じで、高速モードを利用してしまったっていう方がね、出てきていましたので、今回そちらに関してお話しさせてもらいました。実際のね、画面はとしてなんですけれど、 こんな感じでね、i h o の場合に関しては、マイ楽天モバイルの、ね、アプリがありませんので、楽天リンク内にね、マイ楽天モバイル、まあ、もしくは、ブラウザーで楽天モバイルのページ、トップページに行ってもらうと、マイ楽天モバイルのページにね、飛べる場所がありますので、そちらからまず行ってもらうと、 はい、こんな感じでね、iPhone の場合に関しては、データ高速モードって感じで表記がされています。そしてね、Android に関しては、これまたね、ややこしいんですけれど、現状ね、まだね、アップデートが入っていないのか、まあ、ルルカのものに関しては、こんな感じで、まだね、Android 版のアプリですね、こっち。iPhone に関してはブラウザーなんですけど、アプリ版のね、Android で利用している場合に関しては、データ制限モードっていうように表記がまだされていますので、データ制限モードって書いてある場合に関しては、低速モードにする場合に関しては、オンにする。そしてね、データ高速モードって記載がされている場合に、低速に ししたたたいいいいい場合にににににはオフにするるとととうことで真逆ななっってててめ非常かかりにくいのの思って今回ね動画の方にさせてもらいました先ほども言った通りね、こちらに関しては、純正の楽天回線を利用されている方に関しては、もともと使い放題になっていますので、制限モードだろうがね、高速モードだろうが、関係ないことにはなっているんですけど、パートナーエリア利用されている方からすると、低速モードでも1メガ使えるということで、基本的に1メガを使って、ここぞっていう時に高速回線を使いたい方もいるんじゃないかなと思いますので、逆になっていて、ここぞっていう時に高速モードを使い 使えないと痛いとことにになってててししままう可能性もありますのでそのでそ関してはね気をつけてくださいこんな感じでね楽天モバイルに関しては今後もいろいろなねアップデートなどが入ってきて分かりにくい部分、まあ、正直楽天さん利用者のね気持ちっていうのはあんまり考えないでねこういう変更してるんじゃないのかなっていうのを見受けられますのでそういう細かい点とかに関してもね動画の方にしていきますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました